小夜さんこれふと思ったんですけど、はい、あの画面にあのホラー画像をつけとけばうわーっつってめちゃくちゃ早く埋めるじゃないですか。あ、精神的効果のとこですね。用意してもいいっすよ、あの日替わりとかで。そのありかもしれない。そういうやり方も。視線がすごい、視線って感じるんだな。いい加減ステッカーで穴塞いじゃってるけど開けたっていいんですよね。うん、多分ここ開いてます。うん、開いてるからそこだけ振り、あ、もう今行っちゃいますか。じゃあ、はい、家でできます。スネアがなんか悪くないけど良くもない。今気のせいって言いましたよね。今聞いたら気のせいって言いましたよね。迷ってます。気のせいだったな。気のせいだったな。気のせいは確かに気のせいだけど、なんか油臭い感じがしたってやつだよね。そういう今日あれでゴロの内言調子に乗れる日じゃん。何ですか。ゴロの日じゃん今日。うん、5月6日てめえ調子乗らないですよ。狙ったべ。狙ってないですよ。ね、挑戦してうまくいったものは自分のね、それは財産になるし、下手打ったものは、まあ、それはただの無駄な時間だったし、だけどその無駄な時間をだとしてもプラスに、ね、働くからね、ちゃんと考えれば。え、白玉どういうの、だと白玉、あ、ワンコード一つで、あ、そうそうそうです。今までと同じ尺で一回しそのままやって、で、あ、そこを倍にして、うん、で、はい、倍にハーモニーをからハーモニーが始まる、はい、もう白玉にしてそこ現白玉なんだけど。逆になってそれ憎しみ込めたりさ、なんか重い気持ちで言われたら嫌じゃねえ。あの肉げーやるけどさ、それはちょっと解釈違いです。ちょっと今自分で読された憎しみって、あの肉が染みる、おー、いい、それが今ちょっと聞こえてくる。え、肉しみが肉が染みいい洗脳になってきたね。そういう感じですよ。それかね、諏訪中慎二郎がこってりお仕置きするかもしれないし、同じ部屋おしゃ、こってりお仕置きね。こってり好きでしょ。しかも多分耳元でフーフーしながら言ってくるよ。こってり好きなんだよね。いや、ちょっと待って、じゃあ今日もこってりお仕置きしなきゃね。それ本当に気持ち悪いんで。ゲロみたいな匂いがする飲み物ってさ、うーってなってくれないじゃん。ゲロみたいな飲み物ってまず何ですか。あいつはあの台湾のなんか豆腐用のウーコンとイエスの豆腐とかやらない。あとになってなんかそうすっとぼけたりさ、そういうのがええみたいな、そうええっていうことはさ、まだその時点で合ってると思ってるってことだからな。本当涼しいやろな、死んだら変わってやるよ、もうね。もうそれだよ、もう今日は。
コードの決めが倍になってシングルの、あの単音でやったけど、あの2回目のその表になったところはコードでちゃんとしろ、ほら。新しかったよ。おじゃ、逃げぞ。新しかった。おい、逃げぞ。おい、すごい。何？何？ほら、ほら、ほら。はい。一つ取るぞ。俺と違って、ね。気持ち悪い。あの気持ち悪いよ。俺から前の方が気持ち悪い。一つ言っとくぞ。ほら、同じパターンの俺が来ると思うんだから。すみません。痛い。そっちの方がいい。そっちの方がいい。ド M か。そっちの方がいい。やってやって。いや、そんな。もう俺デコピン弱いんだよ。一回受けてやって。マジすげえから。新庄デコピンはマジすごいんだよ。上逃げ。いいことと悪いことだった。上逃げ。あーちょっと。やめて。ゴロの首逃げ。ちょっとあれ汗に意外でちょっと検索してみよう。ああ、ちょっといい、でも気になりますね。うん、それはあのハゲで臭いとかないですよ。チンコつまんでないです。五郎さん、今もしかして俺のギター蹴りました？今蹴ったね。蹴ってないですよ。あ、でも当たった当たった。まあ言わない方がいいよ、またこれが検証されたら。すいませんでした。あ、ちょっとわかんない。検証されるえ、すいませんでしたってことは蹴ったの分かっててごまかそうとしたってことですか？うわ、また？いや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 、俺もう罰だろ。あれもう間違いない。姉貴待て、こいつの気がしたで。頼ますわ。気をつけ、気をつけです。これ気をつけて、これゲットして。ちょっとごめんね、結構すんなよ。気をつけだっつってんの。気をつけ。いやもうだから行くわけ。玉。行くよ玉。いやちょっと待って、行くぞ玉、行くぞ。あ、玉だ。気持ち悪い。噛んだよ。噛んだらなんか出てきたと思うじゃん。虫かお前は。噛んだらなんか出てくるって。ニガムシじゃないですか。なんで舐めたり噛んだりするの？好きなんだろ。よし。好きなんだろ。顔見せましょう。好きなんでしょう。いいな。超笑顔していいですか。俺一緒に寝ようぜ。寝ねえよ。ピンクはピンク。五郎さんっぽいじゃん。ね、ピンク好きでしょ。五郎さんの要望通りに脱いだらよかったんじゃないですか。ああ、脱げばいい。違う、俺それじゃない。そっちの脱ぎじゃない。
え、今の歌舞伎だ。歌舞伎だったら向けて、向けて結果するだけだ。ないよ。これかっこいいパッケージですね、これね。うん、本当ね。オッケー。はい。はい。プロさん。